ジャパニーズヨガの夏海です。今日は寝ながら骨盤周りの歪みを解消して体を整えるヨガです。さあ今日は寝ながらできるヨガの紹介です。寝たままヨガがとても人気で、皆さんお疲れであったり、例えばですね、少し筋力トレーニングのような動作をしようとすると腰が痛んだり、うまく体が使えないという方にも仰向けで、要は無理な、力をかけずに、体を整えられるような内容にしていこうと思っています。では早速仰向けに寝転がっていきましょう。体をまっすぐに仰向けの姿勢です。まずはリセットのために膝を抱えて左右にゆらゆら。この時にもう一つ力を抜きたいので、肩ふわり、鼻から吸って、口から動きを優しく止めていきましょう。その状態から、今度は足の裏同士をセンターでくっつける合席の姿勢を作っていきます。少し揺らしながらバランスを取りましょう。痛み違和感があれば開いたり閉じたりを繰り返してみてください。この状態でかかとを近づけると、やりやすいかと思いますが、負荷をもう少しかけたい場合は少しかかとを遠ざけるように置いていきます。手のひらで地面に触れて、ゆっくりお尻を持ち上げて、まずは内ももを使っていきましょう。余裕があればお腹を軽く引き締めるような感覚。足の裏同士をぐっとと押し付け合うようにして、さらに鍛えにくい内もものラインを効かせていきます。呼吸だけは止めずにいきましょう。さあゆっくりお尻を下げて、背骨の上の方から丁寧に下ろします。もう一度いきましょう。ぐっとお尻を持ち上げて、ここからは自然呼吸で足の裏同士をぐーっとセンターで寄せ、内ももを使っている実感を確認します。意識の余裕があればお腹を少し内側に引き込むようにして、体幹でも自分を助けていきます。さあではまたゆっくり背中の上の方から一つ一つ地面に降り、腰が降りたら、リラックス。一旦膝を立てて、右、左と、揺らすことで腰の伸びも感じられると思うので、心地よければぐーっとお尻を、押し出すような感覚でしょうか。さあでは続けていきましょう。次は頭の後ろ手を組んでぐっと体を起こしてみましょう。おへそを見ます。優しい筋トレです。もう一つお腹を自分の方に引き入れる感覚。一度下げましょう。鼻から吸って、吐きながらお腹を薄くしつつおへそを見る感覚。ここで自然呼吸、手を前、もう一つ指先遠く向こうに伸ばします。3、2、1。ではゆっくり体を下ろした後、次は体を横向きに変えていきますね。横向きで寝転がった時に下の手はまっすぐ伸ばしていきます。両膝を曲げたところからスタートしていきましょう。上の方の足、ぐっと引き上げて、つま先まで長い状態にします。さあ、この状態で今度前の方に足を伸ばして、つま先リラックス。そうして足をだらんとするような感覚でお尻に効かせますね。このまま足先をトン、床に何度かつきます。トン、
さあ、お尻に効いてる感覚あるでしょうか？と。あと3回。OK。今度は後ろに引きましょう。今度このお尻側、効いてる感覚がある部分確認したら、下げて上げる。軽く下げて上げる。繰り返し、ふ。腰元にも効いてきますね。ふん。あと2回。OK。では、膝を折り曲げて、もう一度伸ばしてぐるり。円を描くように回しましょう。体を安定させるように。さあ、逆回転もします。ぐるり、足先は遠くに伸ばすような意識を向けて。OK。では、動きを止めて、膝を曲げたら、次はチェンジ、反対側に入っていきます。同じようにまっすぐ横たわるように下の手は伸ばします。膝を折り曲げましょう。そうして一度上の足を持ち上げたら前の方に伸ばしてつま先リラックス。そしてこの上の足、お尻に効かせるようにつま先タップします。床にトントン。繰り返し。さあ、あと3回。1。では次は後ろに伸ばしましょう。地味に効いてくると思います。お尻、効いてる感覚があれば一度下げてあげる。繰り返し。呼吸は自然と流しながら。さあ、あと2回。OK。では一旦膝を曲げて、もう一度上げます。今度回しましょう。ゆっくりと足先は遠くを通すようなイメージ。では逆回転。一度動きを止めて膝を曲げます。さあ、もう一度くるりと上を向いて仰向けになっていきます。膝を立てた後に右足が上になるように交差して、そのまま足を引き上げましょう。膝に手を添えるか、掴みやすいところ、足先の方に手を添えてもいいので、今使ったお尻周りのストレッチです。肩をふわっとさせ、鼻から吸って、楽に吐きます。心地いいお尻の疲労感を感じながら、ゴムカーサナ、牛の顔の上向きのポーズ。お尻やももをこう伸ばしていくことによって、歪みやすい骨盤周りを調整していく姿勢になります。このあたりがですね、硬いと、やはりですね、腰の負担も大きくなってくるので、柔軟性を引き出します。では一旦足を伸ばして次は左足が上で曲げましょう。同じように膝を抱える姿勢か自分で選択して余裕があれば足を自分の方へと寄せます。よくですね、このお尻の方や太ももの横のあたりの硬さによってで、合石前屈と呼ばれる姿勢が苦手な方もいます、そういった方にもこのストレッチはおすすめです。
さあもう一息吸って吐き出しましょう。では一度足を解いた後、もう一度最初のように足の裏をセンターで合わせて膝を外側に開く動き。次はお尻をほぐしたいので、痛みがなければ拳をお尻の間に挟みます。痛いなという場合は手のひらに変えたり解放してみてください。ここでゆらゆら揺らすことで余計な緊張を取るような感覚で、痛気持ちいいな、この押されていて、あ、心地いいなという箇所があれば、もちろんこう止まってもいいですし、またゆらゆらさせてもいいかと思います。で、このお尻、緊張が緩んでくると股関節開きやすくなりますね。自分の足の重さで、無理なく股関節を開いていくイメージです。そして心地がいいという場合は、手を持ち上げて万歳や肘同士を掴んでいくという姿勢に変えてしまってもいいです。これは自分の体に合わせながら、またチョイスして今日の体と対話しながら決めていきましょう。このスプタバッタコーナーサナも、例えば女性の婦人科系の疾患であったり、冷え、生理痛、生理不順などの緩和にもいいポーズとなっています。股関節から子宮周りの血流を良くして、内側から温めて整えます。さあ、あと一呼吸。吐き終えたら、ゆっくり両膝をまたセンターで合わせて、左右に揺らします。そこから、横へと横たわり、ほっと一息、ゆっくり起きていきましょう。今日は寝たままできる骨盤周りの歪みを整えていく、筋トレの要素も入ったようなヨガでした。少しきつい場面もあったかもしれませんが、心地よく動けたという方はグッドボタンでぜひ教えてください。そして最後はきっと股関節の開きが良くなったんではないかなと思います。またコメントもお待ちしています。チャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録もお願いします。ベルのアイコンをタップすると、新しい通知が届くようになります。では今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。